南の移籍した方がいいと思いますか。なんかあのウィンガーの噂出てますよね。なんだっけ名前忘れちゃったけど、から生き残る道な。で南野の場合ね、だからあの直近の南の分析動画で言ったようなところが治んないんだったらずっと主力では使われないですからね。であれが治んなくても生きれるチームあるんですよね、前のサウサンプトンとか。だから4-4-1-1カウンターみたいな、あの細かいボール持った時のポジショニングだったりとか、そう、約束事がないチームに行った方が、約束事がないチームの中ではキーマンになれるって感じはしますね。中堅の中心選手っていうのが一番いいのかなって思いますね。でもリバプール残って南の前よりは良くなってるから、絶対移籍した方がいいってわけじゃないっていうのは前と変わらない。ただリバプールがなんか本質的に南野を信用してないのはもうわかるから、まあ、今シーズンいっぱい残って南野が決めるのかなと思いますね。そうケイタの例もあるからね。そうユナイテッド戦良かったもんね、めちゃくちゃ。ニューカッスルとかはねチームの実態が分かんないですからね。あとはちゃんと監督に求められるところ行った方がいいと思いますね。だからそれこそまあ、ハーゼンヒュットルのチームとかはもう 4-4-1-1 で同サイド圧縮して守備で強度高くで、ポゼッションは、まあ、やろうとはしてるけど本質的なことは分かってないから結果ポゼッションなんないみたいな。だから南野みたいにライン間でテクニックがあってゴール前で落ち着いて両足でシュート打てるみたいな選手はいいんだろうなって思ってましたね。